ダイエットをこれから始めようっていう方に向けたダイエット基礎講座、今日は1話目、ダイエットが成功する人がやっていることをお話しします。皆さんこんにちは。日本一わかりやすいダイエット師としているダイエットレーナーの根岸です。さあ始まりました、5分でわかるダイエット基礎動画シリーズ、今日は1話目やっていきましょう。今日のお話はね、痩せる人がみんなやっていること、共通点のお話をしていきたいと思います。皆さんもそろそろダイエットしようかなっていう方ね、いらっしゃると思うんですけれども、皆さんダイエットの初心者ってね、だいたいやりがちなことがあるんですけども、この4つ、ダイエット始めると食べないとかね、我慢するとかね、極度のカロリー制限したりとかね、急にフィットネスクラブ行ったりとか筋トレ始めたりとかね。でもね、これって初心者がやる間違いなんですよ。なぜかわかりますか？この4つに共通すること、皆さん経験があると思うんですけども、何か共通点わかりますか？そうなんです、この4つの共通点っていうのは、皆さんね、継続ができないんですよ。わかりますよ、気持ちはわかる、流行る気持ち、早く痩せたいっていう気持ちで食べなかったり断食したりね、我慢してね、もうとことんカロリーを制限したり、急にね運動を始めちゃったり、その気持ちはわかるんですけども、皆さん継続できなかったでしょ。ここがダイエット初心者が陥りがちな落とし穴なんですね。じゃあね、正しいダイエットって何なのかっていうことを、ネギ式ダイエットの観点からお話しすると、正しいダイエットっていうのはね、普段皆さんがやっているような悪いこと、例えば夜にカツ丼とかスイーツを食べたり、満腹まで食べたり、お酒を飲んだり、デスクワークだったりとか、こういうふうな皆さんの日々の生活とか食習慣で悪いことを、ほにゃららの良いことへの移行することなんですよ。これ何かっていうと、悪いことから比較的いいことに移行することなんですよ。皆さんはさっき言ったように極端なことやっちゃうんですが、極端なことは確かに痩せるんですが、継続できないから途中で挫折するでしょ。なので、こんな極端なことではなく、これら悪いことを比較的いいことに移行するだけでいいんですよ。例えば、じゃあこのね、夕飯にカツ丼とかスイーツを食べているあなた、ね、ダイエットを開始すると、分かったよ、じゃあネギさん、カツ丼とスイーツ食べないよって思うかもしれませんが、そういうことじゃないの。比較的いいことって何かっていうと、食べるなって言わないですが、私の場合、はい、どうぞ食べてもいいですよ、その代わり、そう、こっちこっち、食べないではなくて、朝とか昼に食べるなら OK なんですよってことなんですよ。夜に食べるとね、もうすごい大暴れしちゃうの、すぐ脂肪蓄積しちゃうの。その代わりね、朝とか昼に食べれば体を動かすから、カロリー消費があるから、そんなに被害が少ないんですよ。こういうふうに移行したりとか、満腹まで食べていた、じゃあネギさん断食始めるよ、そうじゃない、そうじゃない、そうじゃないんですよ。そんなことよりもね、満腹まで食べた人は腹8分目にしたりとか、食後にちょっと散歩して消費しようよっていう風に、こういう風に移行する、比較的いいことに変えていくことなんですよ。お酒飲んでる人は、分かった、じゃあネギさん明日から禁酒します、できない約束はしちゃダメですよ。はい、お酒を飲むなとは言いません。その代わりネギ式ダイエットではこちら、一緒に食べるおつまみをね、低カロリーとか低糖質にしてくれればいいの。ほら、ハードル低いでしょ、比較的いいこと。そして一日中デスクワークの人、意外と私もね、一日中デスクワークなんですけれども、こういう人って皆さんは急にフィットネスクラブ行ったりとか、パーソナルジム行って筋トレ、もしくは近所にジョギング行ったりするんですけども、そうじゃない、比較的いいことでいいの。何かって言ったら、はい、そう、ウォーキングでいいのよ、一駅歩くとかね、ちょっと近所の公園歩くとか、こういう風に比較的簡単なことに移行することが正しいダイエットなんですね。うん、つまりね、成功するダイエットって何かっていうと、比べたら比較的まあいいよねっていうレベルのことに移行することなんですよ。うん、つまり比較優位、比べたらまだマシだよね、まだマシだよねっていうものに変えていく作用なの、正しいダイエットっていうのは。そうするとどうなるかっていうと、この比較的まあマシだよねっていうことって極端じゃないでしょ。
できそうな感じするでしょ。ということはどういうことかっていうと、故に継続できるんですよ。継続できるから成功するんじゃないですか。こっちもね、極端なやつも痩せるんですけど、継続できないから途中で挫折しちゃうんだけど、このね、比較優位なのはそれなりにまあマシだよね、まあいいよねってやつは、まあ極端なものに比べたら痩せるスピードはちょっと落ちるかもしれないけど、継続できるから習慣化してダイエット成功するんですよ。この比較的マシなもの、皆さんこれだったらできますよね。朝昼にカツ丼食べたらね、いいじゃない、食べられるんだから我慢しろって言わないね。満腹まで食べたのを腹8分に抑えようよ。もしくは満腹まで食べちゃったら食後散歩しようよ。これぐらいならできるよね。お酒ね、飲むなとは言わない。私もお酒大好きだからさ、気持ちわかるよ。私がね、お酒飲んでも太んない理由っていうのは、おつまみを低糖質低カロリーにしてるからなんですよ。これならできるよね。そしてデスクは全然体を動かさない、消費カロリーがないっていう人はウォーキングぐらいできるでしょ。ウォーキングもできないよっていう人、いい老人ホーム紹介してやるよ。あいやいやっていうのは冗談でね。はい。ウォーキングくらいしましょうねっていうことです。はい。本日のまとめ。成功するダイエットとは、皆さんの気持ち、そう、流行る気持ちがあるから、極端になりがちだよね。そういう考え方を、ぐっとこらえて、ぐっとこらえて、ぐっとこらえて、ほんの少しの改善を継続することなんですよ。ほら見て、ほんの少しの改善じゃん。だからこそ負担がなくって継続できるの。だからダイエットって成功するんですよ。はい、こういったダイエット情報を私の無料のメールマガジンで紹介しています。私のメールマガジンにはね、こういう風な内容がもっと詳しく、ウォーキングなら何分とかね、低カロリー低糖質ってじゃあ何キロカロリーなんだとかね、こういった具体的な数字も皆さんに紹介していますので、もしよろしければ私の無料のダイエットメールマガジン登録してください。このメルマガを読んだだけで10キロ以上痩せたって方が結構いらっしゃるんですよ。はい、では今日のダイエット基礎講座その1終わりにします。またご覧ください。ご視聴ありがとうございました。